今回はこの問題を1分で解いてやろうと思います。数三の微分でね、もちろん解いてもいいんですけども、どんなグラフかわかんないけども、もし y イコール k という式と共有点を持ってくれてれば、その k という値を取ることになるよね。つまりね、こういう方程式が実数解 x を持っているならば、その k という値を取ることになるわけよ。で、これ分母プラスだから、分母払っちゃうと、こういう二次方程式になるじゃない。したら、k が0じゃないぞって仮定したら、これ二次方程式になってくるわけだから、判別式に計算してみると、1-k が0以上ってことで、k がマイナス1から1までってことになるよね。あとは、k に0を入れてみたら、これ実数 x 存在するからね、k イコール0も満たすことになる。ってことで、この値くまなく取れることになるから、最大値が1で、最小値マイナス1。こんな感じで、微分しないでも、文系の人でも、最大最小が求まっちゃうんだよということでした。イエイ。